では続いて第3位のクラシック音楽のボレロ著作権消滅というニュースです。クラシック音楽で人気の作曲家モーリス・ラヴェルのボレロの著作権がパリでの初演から90年近くが経過した5月1日に消滅しました。ボレロは1928年にバレエ曲として書かれ、曲の進行に合わせてオーケストラの音量が徐々に上がっていくのが特徴の曲です。ラヴェルの全作品の著作権収入は総額 4億ユーロ、およそ490億円超で、このうちボレロによるものは1960年以降で5000万ユーロ、およそ61億円前後と推計されています。さあ、こちらのニュースは女性が 57% で6割近くで、著作権の話、割と若い世代が反応してるんですよね。まあ名曲ですが、なんと倉持さんはピアノをされるそうで。はい、5歳から実はやっていてですね。笑ってるんですか、ちょっとちょっと、いや、イメージがちょっと笑ってるんですか。すごいイメージがちょっと違ったんでやっていて、よくクラシックコンサートに足しげく、通ってらっしゃるんですか。通っててですね、ラヴェルも大好きですね、ボレロも、ラヴェルっていうのは結構その大人の音楽っていうか、子供の音楽って要は泣きたい時泣く、怒る時怒るみたいな、そういう表現じゃないんですよ。はにかみ屋で常に冷たい、感情がわからないような、だからこそ逆に悲しいというかですね、ずっとやっぱ一定な方がそういう人たちをポロッと見せる感情の方が話じゃない、そういう大人の音楽なんですね。ボレロもそうです。聞こえてるずっともう転調1回ですから、最後の、同じフレーズですし、でそういう音楽が非常にラヴェルの方が多いので、ぜひこれを機にですね、ラヴェル、いいこと聞きましたね、今。何ですか。いや何ですかじゃないです。いや、今この曲の聞こえ方も随分変わってきたね。これもでこの曲だとちょっとおすすめなのは、これトスカニーニっていう指揮者が演奏した時にラヴェルが、お前のテンポ早すぎるって生で聞いて怒ったっていうぐらい、遅く演奏するのはいい、ラヴェルの意思なんじゃないかと言われてるんですけど、シェリビダッケっていう指揮者のミュンヘンフィルの演奏がですね、ドイツの方、ルーマニアの方です、非常にいいです、これ聞いてください。音楽の解説になりましたよね。著作権の話だったのかなと思ったんですけど。であとエッシェンバッハっていう指揮者の、これ映像が YouTube とかありますけど、これは本当非常に異常なんです。ずっと指揮してないんですよ、こうやって、何にもしないんです。ずっと演奏されてるんです。最後の最後だけ指揮するんですよ。バスみたいな、それ異様な演奏なんで。みんなさん、ちなみにその YouTube に上がってる動画は著作権は大丈夫なんですか。大丈夫です。宮さん、いかがですか。知らないです。私今ちょっと後でもう一回聞こうと思ってるんですけど、どの YouTube 見ればいいか、ちょっとそれは置いといて、映画とか作るときに、著作権問題でやっぱお金が莫大にかかるから、使えない音楽がたくさんこうね、あるっていうじゃないですか、だから、使えるようになるんだろうけれども、でもだからといって著作権切れたから使うっていうふうにはなかなかならないかなっていう、なんかそうどうなのかなっていうことも思いつつ、田中さん、いかがですか。いや、ネット社会っていうのは本来はパテントフリーを目指してるはずなのに、それが権利になってる。だから我々が書いた文章は引用、誰の文章って言えば無料でしょ、だから私はそれもクリエイティブコモンズの発想というのは、みんなの共有財産だって、もちろん作った人への敬意を払った上でにしないと、それを管理会社が肥大化していくっていうのはね。でも今日は凛太郎さんの新たな一面が垣間見えて、昨日のアメリカ大統領選に次ぐこのモニクロの深さが熱い解説でした。ありがとうございました。